2021年の日本プロ野球2021年の千葉ロッテマリーンズ2021年の千葉ロッテマリーンズでは2021年シーズンについての千葉ロッテマリーンズの動向をまとめるこの年の千葉ロッテマリーンズは井口忠人監督の4年目のシーズンであるスローガンはこの1点をつかみ取る前年は13年ぶりに2位4年ぶりのエクラス入りを果たしたが オフには22試合で 13A1、防御率1.71と活躍した沢村拓一が、レッドソックスに FA 移籍、4試合に先発して勝ち星こそ、上げられなかったものの防御率2.42の成績を、残したチェンウェインが、阪神タイガースに移籍と、前年の途中加入組を欠くこととなった。一方、ブレーブスから内野手のエチェバリアが加入した。また、 前年の課題であった打撃を改善するため、森脇工事を一軍野手総合内野守備コーチとして昇平し、今岡誠法を二軍監督から一軍ヘッドコーチに配置転換。さらに、春季キャンプでは松中信彦を臨時打撃コーチとして昇平した。1月30日には、スローガンとは別に、上昇軍団を作り上げるという強い意志と、チームの中長期なビジョンを伝える。 チームボイスを発信すると発表。その中で1点へのこだわりを見せ、その1点が明日を変えると綴った。また、翌31日にはスローガンが、この1点を掴み取る、に決定したと発表した。聖パ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、 末将の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、 本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。7月19日から8月12日まで2020年東京オリンピック開催により公式戦が中断された。ありがとうございます。